これウェーブスのイコライザーなんですけれども普段は特性を大雑把に見たい時とかあとちょっと微調整をする時に使うことがあるんですけれどもこの左側にあるゲージこのゲージのスケールが変更できるというのを今初めて知りましたあのプラマイ10のところが大きく広がるので微調整するときに、えー、本当に助かります